皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の布目です。昨今巷で流行っている糖質制限ダイエット、こちらについて今日は考えていきたいと思います。ダイエットにいろいろ種類あると思うんですけれども、まあその代表的なものとして糖質制限ダイエットがあるかと思います。その他にまあよく言われるのがエネルギー制限だったりとか、あとは脂質制限ですね。こういったダイエット方式があると思います。あとはですね、これ知ってる方は知ってると思うんですけれども、地中海式ダイエットという方法があるんですけれども、今日はですねちょっとこのいろいろあるダイエットの中で何が一番効果があるのかなということをちょっと考えていきたいと思います。面白いですね、実験データがありまして、糖質制限ダイエットをした場合と脂質制限のダイエットをした場合、地中海式ダイエットをした場合、この3つでどれが一番効果があったのかという研究結果がありますので、今日はそのお話をしたいと思います。まずですね、結果から言いますと、一番痩せた、体重が落ちたのが糖質制限ダイエットになります。そして2番目に減量、体重が多かったのが地中海式ダイエット、まあ地中海食ですね。3つ目が脂質制限になります。ただ糖質制限ダイエットも短期間で一番早く体重が落ちるんですけれども、このダイエットをやめた後のリバウンドというのがやはり糖質制限ダイエットが一番大きくて、最終的にダイエットを終わった後リバウンドも含めて見た時に何が一番効果的だったかというと、地中海式ダイエットがリバウンドなく落ちてからずっと横ばいの体重でいったという報告がありますので、まあすごく地中海式ダイエットというのはですね、長期間にわたってで有効な減量が維持できるダイエットとして注目を浴びていました。じゃあこの地中海式ダイエットというのはどんなものかと言いますと、これはですね、まあ、地中海というだけありまして、フランスですとかイタリアの南部、ギリシャ、クレタ島というところの伝統料理ですね、取り入れた食事のことを言います。なぜここの食事が注目されたのかと言いますと、この地域の人たちがですね、アメリカとかイギリス、カナダとかに比べてで心疾患で亡くなる方の死亡率がですね少なかったというデータですとか、肥満がアメリカとかに比べて少ないといったところで、まあ、何か食事が関係あるんじゃないかというところで、まあこの研究が始まったとされています。この地中海式ダイエット、主にどんな食事内容かと言いますと、オリーブオイルをよく使います。バターとかそういった動物性の油ではなくてオリーブオイル、主にオレイン酸がね多く入っているんですけれども、まあ、悪玉コレステロールを低減させる、そういった種類の脂肪酸が入っているものになります。そしてタンパク源はお肉よりも魚を食べる頻度がすごく高いということ、あとはですねナッツ類を多く食べる、ナッツ類にはですね、まあ、抗酸化作用ですとか、そういったものがあるのでナッツ類をよく食べる。そして全粒粉を使ったパンとかパスタを食べる。そしてですね赤ワインをですねよく飲むというのがあります。この赤ワインもですね、あのポリフェノールといって、こちらも抗酸化作用があって、であとはまあ動脈硬化などをまあ予防してくれる、そういった働きもあるんですけれども、主にそういった食事、地中海食っていうふうに言われて、まあ、これを続けた方がまあ一番ダイエットに効果的だったというデータになっています。この地中海式ダイエットに使われているこの食事なんですけれども、地中海食のピラミッドというのがあって、まあ、下の方がより毎日摂るもの、多く摂るもので、上のピラミッドの三角の上の方になってくるほど頻度を控えめに摂ってほしいものということでありますので、参考にしていただければと思います。こういった研究結果からも分かることが、やはりダイエットというのは日々の食習慣、生活習慣というのが大きく関わってくることだと思いますので、短期的にね、まあ、頑張っても結局はそれを維持できないとリバウンドしてしまいますので、無理なく続けられる食習慣、生活習慣ということで、この地中海式ダイエットというのはすごく効果があったのかなというふうに思います。ですのでね、ぜひこういったものも取り入れていただいて、短期間で見るのではなくて、まあ、長期的に見てダイエットの方をしていただくと、体の負荷も少なくなりますし、健康的に痩せられて健康な体というのも手に入れることができると思いますので、ぜひ取り入れていただければと思います。では今日はですね、糖質制限ダイエットの、まあ、落とし穴についてお話をさせていただきました。ぜひまた次回の動画もご覧いただければと思います。さよなら。